あ、お疲れ様です。社員です。今大丈夫ですかはい。お疲れです。はい。あの、14日の日ですかね。はい。よろしくお願いします。はい。新さんから連絡あって、あの、パールさんも出る,出るみたいな感じで。はい。断念会。はい。そうなんですよ。まあ今日もですね、僕、金麦飲んでるんですけど。はい。うん。 そうなんですよねはい断霊会やりましょうよはいそうなんですよ、はい、いやあのシーンさんといろいろ話してて、まあ、パウロさんも呼びますよみたいな感じでまあ8月14日うんはいそうですねまあその「金麦」を飲みながら、まあ、ザック・バランに語り合うみたいなうん うん当にその酒飲みながら、まあ、つまみなんかちょっと買って、まあ、食いながらもなんかいろいろと喋ってみたいなうん最近なんかねあれなんですよね僕 YouTube でなんかお酒を飲みながらなんか適当に語るビデオをなんか作ったんですけどなんかねまあまあなんか反応よくて、まあ、ある一定の人だとは思うんですけど はい、だからお酒を飲みながらって結構ありなんじゃないかなっていう多分 YouTube 見てる人って、まあ、テレビと一緒なんで、まあね、食事しながら見る人もいるだろうし、うん、お酒晩酌しながら飲む人もあの見る人もいるだろういると思うんで、まあ、そういうなんか気軽な感じでその見れる番組っていうのもいいんじゃないかなっていう、はいまあ、新しい発見でしたね今回そういうの作ってみてうん。 まあ、案外微妙にバットがないっていうねはい、うん、まあ完全に適当な動画なんですけどなんかねいいねがついてるんですよねはい、うんはい、まあ8月14日はもうねあのちょっとパウロさん節もちょっと出していただいてはいはい「はい、いや金麦」マジでうまいっすよねパウロさんはダンレイさん好きなんですか あなるほどですね。まあ、結構美人ですよね。ね年齢とってる割にはすごくめっちゃ綺麗でだし、うん。僕はですね、あのハイボールの出てる女性が好きですね、ハイボール。ハイボール。僕あんまりハイボールは飲まないんですけど、ハイボールに出てるあの女性が好きですね。ちょっと名前分かんないんですけど。この前新橋に行ったら あのそのハイボールのそのぶわって出てましたね新橋なんとかなんとかハイボールみたいな,なんかうんはいそうそうそう最近インスタグラムも結構やってて、うん、だいぶフォロワーもようやくですけどまだまだですけど400ぐらいいきましたねフォロワーが全然まだですけどはいまあちょっとちょ,ちょこちょこずつ少しファンが増えてきたかなっていう感じですね まあ地味にやり続けたいとも思いますけど、はい、うんそうなんですよねもうさすがにもうもうちょっとねあのー、そろそろ一般公開してもいいかなっていうパールさんのはい作っていただいてそのまま限定公開になってるっていう インスタグラムでその今僕 Facebook のリンクかましてるんですけどインスタグラムのプロフィールにそのパールさんに作っていただいた PV の YouTube のリンクをこう貼っていこうかなっていうでまあインスタグラムって外人の方結構使ってるので、まあ、外人のフォロワーさんも僕いる結構いるんですけど、うん、だからその、まあ、英語のテロップも入れていただいてるじゃないですか、はい、なんでその インスタって結構外人の方ほとんど使ってるんでその外人の人にその PV 見てもらってちょっとシェアとか,なんかバズってもらえればなっていうこの動画かっこいいぞみたいな感じで、まあ、海外でバズればすげえ再生伸びんじゃないかなってもくろんでるんですけどうんだからパウロさんを世界デビューさせるっていう。 まあでも再生回数伸びるばこの動画誰作ったのみたいになってパーロさんにお願いしましたみたいなね、なると思うんで、まぁちょっと頑張って、パーロさんに作っていただいた動画にちょっとアクセス集められるように、はい。そうですね、う。ん だもうインスタ経由のアクセスを YouTube に流して結構車好きな人インスタとかバイク好きな人とか結構いるんではい、まあ、そっちの YouTube の方にアクセス流していこうかなとうんだいつぐらいタイミングで公開しようかなって思ってるんですよねワイルドスピードまたやるんですよね確か映画だかその時期に公開してもいいかなっていうのはおおあるんですけどね また多分出ますよね、ワイルドスピード。うん。はい。うん。はい。とりあえず、8月14日、はい。あのー、よろしくお願いします。僕も楽しみにしてるんで、はい、パオロさんがやっぱね、ライブ出ていただけるって、なかなかプレミアだと思いますんで、この前も出ていただいてありがとうございます。はい。うん。断励会。 まあ僕もね、ちょっと鹿児島行っちゃうんで、うん、もうそ多分そうそう、あんまりねあ、会えなく、会う機会もなくなっちゃうと思いますんで、はい。まあ東京に戻ってきますけどね、あの月1ぐらいで、はい。うん。僕も鹿児島行ったら映像をちょっと頑張ろうかなと思います。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。またよろしくお願いします。8月14日、はい。ゲリラライブ断令会、断崖会 はいよろしくお願いしますはいお疲れ様ですはい失礼しますはい